はい、それでは、郷土品馬ステークス、ダイヤモンドステークス、副賞生活ですね。はい、いよいよ本茶の方、始めたいと思います。はい、それではもう早速行きましょうか。めっちゃ行こう。はい、それでは、土曜日ですね、明日のレース、出走法行きましょう。その前にニュースですとね、はい、いよいよ G1 が明日から今年初のね、始まりますってことで、フェブラリーステークス。はい、枠順出ました。はい。特にこれといった情報はありませんけど。はい、これはまた明日夜放送するんでよろしくお願いします。で、ババですね、東京、今週で最終週ですよね。はい、D コースずっと使われましたけど、3、4コーナー内ラッチ沿いで痛みが増えているってことで、まあ結局ね、前回、先週もね、痛みちょろっと出たところで、あんだけね、内回った馬が立ち回り良かったんで、ちょっと今週もう一回ババ様子見て、まあ日曜日フェブラリーステークスなんで、特に芝関係ないんですけど、一応石井レースだったら見とこうかなと思ってます。はい、京都は、いよいよ最終ですね。Aコースから使われ続けて、8周目ですか。はい。こちらコース全体に痛みが広がっていると。まあ、そらそうでしょうね。こんだけ使われとったら。ただ、やっぱり京都軽い馬場なんで、やっぱりある程度ね、前目、高速決着はある程度続くと思います。はい。小倉ですね。小倉2周目になりますけど、はい。今週の除雪作業による馬場への影響ほとんどないのか、による、痛みが3コーナー内ラッチ沿い内柵か出始めた、まあ、まだ大したことなさそうですね。はい、ただちょっと雨の影響でちょっとね芝ややもダートややもとなっております。はい、以上です。ありがとうございました。特になんもないです。はい、京都牝馬からいきましょうか。はい、こちら本命変わらずワンスインナムーンでいきます。あー、ちょっと人気出てきましたね。はい、まあこんなもんですかね。4番人気ですって。はい、こちら去年のもう何回も言ってますけど、去年のポイントが、その前の年の、リベンジ組ってことで、スナッチ前で4着が、昇級してね、格上して3着。はい、で今回はワンスインナムが2着、はい、でワンスインナムは、前の時は、ね、1000万上がりの馬だったんですけど、今回も1600万さらにオープン買ってるんで、明らかに去年よりは実力上がってますんで、スプリンターズステークスのレッドファルクス、レッツゴドンキ続く3着。はい、でこの牝馬限定戦やし、このメンバー相手なら間違いなく1枚抜けてるでしょうってことで、はい、ワンスインナムーン本命に押しておきます。もう超イージーです。はい、衰えないの分かってます、衰えてないの分かってますし、はい、去年よりは間違いなくパフォーマンス上がってくると思います。うん、スナッチマインドに続いて今年、繰り上がるならもう1着しかないと思ってるんで頑張ってください。で対抗ですね、前回までスルーしてたんですけど、ST タートにしておきます。でね、 ST タートがねちょっと異常値出てまして、はい、販売した当初ですね、2時間ぐらい前かな、単勝が 1.1 倍でした。異常値ですね。誰か単勝何百万かなんか振り込んでました。未だにまだ一番人気なんで、多分結構な大金突っ込まれたかと思います。はい、でまあ前走、条件戦なんですけど、同じ舞台でまあ2着に敗れましたけど、特にスローイに相手だけで悪くなかった競馬だったんで、はい、でまあ、こんだけ突っ込まれた理由はちょっとわからないんですけど、実はですね、まあ一応突っ込まれたんで単勝。なんでかなと思って一応見てたんですね。あーと思って。ならね、去年ね、この馬走ってたよね。私これ見てなかったんですね。すいません。4着にいましたわ、ST タート。全然見てなかった。はい。で、去年、ちょっと出遅れたからレースあんま見てないんですけど、最高。候補ですね。18番手から上がり最速の4着でした、これ。しかも豊さんで。あ、それ考えられると、これワンスインナムーンって言ってましたけど、ST タートもありやなと思って。はい。で、ST タートちなみにね、見てましたら、はい。
去年も結局ね、同じ舞台走って5着から来てるんで、まあ去年に比べたら間違いなくこの馬もね、一歩上がってると思います。で、この馬も結局去年、ね、ワンスイナムーン、スナッチマインド同様1000万からの、はい、昇級だったんですけど、昇級バトルだったんですけど、まあ4着と。で、今年の ST タートは中途、その後1700万しっかり買って、で、まあ、この後多分高級したんでしょうね、夏場にね。はい。で、もう一回1600万戦って、結局ね、前走2着まで来てるんで、同じ舞台で。やっぱり京都専用やったら、あれじゃないかな。で、さっきも言いました通り、ね、逃げた西のラッシュに、スローでね、逃げ粘られただけなんで、特に悲観することなかったんで。はい。去年ね、ワンスイナムーン増用、1000万からね、馬券絡んでるんやったら、今年は間違いなくワンスイナムーン同様、成長してると思うんで。で、ハンデも53キロと、去年と同じハンデめ込まれましたし、アンジュルタカさんってことで、去年この舞台で4着だったんで悪くないと思います。ちなみに、ちょっと見ときますか。ちょっと去年の見ときますと、何が起きたんでしょうか。最高峰からの競馬だったんですけど。はい、12番ですね。出遅れたんですかね。それとも元々スタートが、その前やったんですかね。ちょっとこのままあんま見てなかったんですけど。12番。あー、やっぱちょっと出遅れてますね。あー、わかりました。了解です。これは、下げたというより出遅れてますね。はいはいはい。ほんなら、まあ今年はスタート5分切ったらありじゃないですか。はい。どうでしょう。こんだけ、突っ込んだ方がおるってことは、私みたいにそういう超イージーな独断と偏見のデータから出してるんか、それとも前走のやっぱり内容が良すぎたんか、どうでしょうか。はい、単勝突っ込んだ方教えてください。はい。で、3番手に一応前走重賞勝ちましたミスターパンテールを抑えといて、4番手にね、前走シュミって勝ったんやったら西来て引き添えさんならありやろってことで、ディアレガーロ、あるいは、ソルベイグ、サザナミも出されておきましょうか。サザナミも多分今回初めて言いますね。ソルベイグは、ね、強いの分かってますけど、賞金足りてるデムッチャンの重賞は試運転と。はい。多分デムッチャン悪い癖出しますね。これ多分試運転で終わります。はい。おそらく試運転ですね。はい。で、サザナミ。一応入れましたけど、この馬もちょっと紹介しておきましょう。情報聞いてますと、この馬、今回の舞台でね、引退ってささやかれてます。はい。で、まあ、堀さんとこなんですけどね、これ。はい。で、堀さんとこっちゅうたらね、毎回紹介してます。最強外人、あるいは東の時は石橋さんが乗るのがベタなんですけど、ね、最強外人か石橋さん。はい。なんですけど、今回に限ってね、舞台が京都ということもあって、はい、ここ外回り京都強い浜中さんを用意してくれました。これはね、間違いなくここがラストランならね、完全に究極の最後仕上げはしてくれてると思います。そう、はい、舞台合うかは別にしてね、京都はね、おそらく初めてなんですけど、未知数は未知数、はい、合う合わんは全くわからないんですけど、まあ、未知数やからこそね、買いってのもありますしね。で、今回最後ってのもありますし、この人気ならってのもありますし、で、まあ、千人戦をもともとは馬なんですけど、前走ですね。はい、スタート良かったんですけど、明らかに最後の坂、プラス、距離延長ですよね。それで負けただけなんで、特に安城染みてたから負けたとかじゃなくて、やっぱりちょっとね、距離の壁があったんで、これが平坦な京都、しかも最後下り坂、しかも距離1ハロン短縮、ベスト1004なら、もしかしたらね、馬券からも一発触ると思ってます。はい。と個人的にこの馬、穴馬なら期待してますね。はい。ということで、京都牝馬ステークスはこんなもんにしておきましょう。はい。次、ダイヤモンドステークスですね。はい。こちらはね、正直白仕事を打ってますけど、メインは上位2頭ですね。はい。もうフェイムゲーム本命ですね。もう単勝、まあ間違いなく売れましたね。はい。で、まあ、去年と違って、去年はね、ここポカしましたけど、去年と違って今年は、目黒記念勝ちの、ステアス2着と、去年より、状態はいい、あるいはローテーションがいいと見ております。で、ステアス使った後ね、もし春天が最低の目標ならね、この舞台無理にコント、ちゃうとこね、この後のもうちょっと遅らして開会叩いて、天皇賞ですね、行ったらよかったんですけど、ステアスステークスからね、この舞台ね、感覚ちょっと若干詰めてるも出てくるってことは、間違いなくこの舞台本気やと思ってるんで、貸すならこの舞台かなと思ってます。はい。で、ルメちゃん戻ってきたし。はい。OK でしょうね。金量ありますけど問題ないと思いますわ。58.5 ならまだギリ許容範囲ですね。はい。
でもね、正直、アルバートおったからね、最近ちょっとフェームゲームの影になってましたけど、アルバートがおらんね、このステイヤーの距離なら、もうプレストウェックにね、結局前走も2馬身離してますし、明らかにね、この馬がこのね、ステイヤーなら間違いなく舞台上なんで、はい、もう連覇もしてるんで問題ないと思います。はい。で、もう一頭注目が太鼓のリッチマン。こちらが、今回のポイントね、マイオンステークスで上がりが2以内ですね。まあ3以内ですかね。はい。の馬ってことで、この馬しか該当おらんかったんで、着順関係なくね、上がりが使える。上がり使った馬ってことですね。はい。これが過去4年、構想パターン入ってるんで、はい。もう何も考えてこの馬いきます。で、アンジュエビナさんなんで、東京ならありでしょうってことで。はい。この馬2頭メインに買います。で、一応3番手、4番手、5番手に一応プレストイック含めて、あとアキオンサイバーですね。ルーラシップ3、ここら辺ね。まあ人気は出ますけど一応押さえておきましょうと。はい。まあただこの人気やったら熱い印は打てないなってことで、許容範囲でリッチマンまでかなと思ってます。はい。もう正直、上位2頭メインで買います。ちなみに、この糸ってやっぱワイド売れるんですか？あ、やっぱりそうやね。割れてますけど、やっぱこの糸が人気売れるんですね、ワイドね。でしょうね。やっぱりね、単勝売れないにしてもやっぱ一番売れますわね。わかりました。ただフェームゲームが、圧倒的人気で逆にね、2番手以下がどこへどこやね、ワイドどれ買うでも美味しいんで。はい。それぞれ買ううまみはあると思います。はい。ダイヤモンドステークス正直そんな言うことないんで、こんなもんにしておきましょう。はい。で、お待たせしました。副賞生活いきましょうか。はい。小倉ですね。前回紹介しました。はい。小倉の、中距離のレースに絞りまして、はい。ポイント、私が好きな中距離2200ってことで、まあ今回中距離2200ないんで、いや、中距離2200経験したまってことで、はい、先週いっぱい来てましたよってことでね、マスターコード含めていっぱい言ってて、はい、もう一回おさらいしておきましょうか。先週の小倉ですね。はい、もともと注目してたマスターコード、あれ、マコト、ガラハット、ピエナラシ等と含めて印打ってたんですけど、全部、トロピカロストーム除いて、全部中京2200経由、はい。が、5頭中3頭馬券絡んだってこと。このボックスだけでなんと3連複が、おいくらでしたかこれ。なんと6万円。すごいこれ。3連単買うてみ54万円。超いいじゃん。はい。まあ、完璧に当てはまるかどうかは、さておき。はい、はまるときはハマるデータなんで。はい。中距2200からの小倉中距離ですね。まあ、2600もあれですね。2000から2600ですね。2000と2600じゃないかっていうか。うん、1008でも許容範囲かな。はい。1008から26枚しておきましょうか、設定。はい。そこがハマるだけハマるんで、ご注意ください。で、一応、言ってました。小倉8レースもインターンシップ。これが中距2200経由。あるいは、壇ノ浦特別の、バリングラも中距2200経由。しかも、昇級戦関係なしに3着来てます。はい。ここら辺が溜まってます。はい。ただ、ご注意いただきたいのが、さっきも言った通り、ね、完全に全部ハマるかっていうとそうでもないんで、はい。そんな全員ハマったら苦労しないんで、はい。逆にこういうね、レッドアルディスターとかね、はい。中距離、参って構想して4着だったんですけど、このま、今回何着でしたかっていうと、レッドアルディスター、7着とかね、こういうこともあるんで、はい。すべての馬が当てはまるとは限らないので、ご注意くださいと。はい。で、今回は中東その中京2200の該当馬が2頭いたんですけど、ちょっと1頭ね、ちょっと条件悪かったら、除外しちゃうと、もうここしかいません。はい。小倉級レース2000メートルで、はい、このピス、あっちゃっぱあっちゃっぱ売れたかポーシュ。あっちゃっぽーし。マジか、さっきまで。あっちゃっぱ。さっきまで、ね、今、確かにまだおずで始めやけどさ、さっきまでさ、7、8番人気やったやんか。あっちゃっぽーし。あっちゃっぱ。やっぱ売れたか。そらそうやろうな。売れたか。売れるか。アグナスリバティ、ミッキーロイヤルとかもっと売れる思ったけど、あっちゃっぱ。はい。わかりました。了解です。ちなみに副賞も売れましたか？あっちゃっぱ
おーい。すいません。1万円突っ込んだらダメですか？これ安いですね。これ 1.5 変わっちゃっぱいな。恥ずかしなってきた。これ、ついに恥ずかしなってきた。これ紹介するのか。はい。まあ、中京2200経由。で、これ多分ね、売れてる理由ね、中京2200経由とか多分そこら辺皆さん多分分かってんで、さすがにね、そこら辺はさすがに理由じゃないと思うんで、多分普通に超イージーに多分ね、前走ね、はい。一着番に多分ね、頭差でした、首差でしたっけ、頭差ですね、多分それですよね、もう、コンマゼロなんで。まあ、超イージーにそれ考えたら500万買ったに等しいんで、まあそういうことでしょうね。わかりました。そりゃそうですわね。せやからね、これ前走ね、二着じゃやっぱ人気出るな言ってたけど、あかんわ、これ。ちゃうね。ちゃうね。そうやったらもうちょい負けてほしかったよな、それ。あっちゃっぱ。さすがにコンマゼロやりすぎやな。はい。で、レース見ましたけど、鳩にね、差し返されたけど、一瞬抜け出したんでね、鳩にね。はい。まあまあ、強かったですわ、確かに、前走レース見たら。はい。うん。文句なかったです。はい。はい。で、まあ、もう、中京2200の説明もいいですね。もう、割愛しますね。もう、これもうずっと見といてください、中京2200も。ずっと放送見といてください、これ。もう、中京2200のコース形状等々も、毎回言うてるのも言うのも飽きましたもん。飽きた。非常に飽きた。はい。しゃあないか。一番人気か。あっちゃっぽうし。で、まぁ、今回これ1万円買いますけど、一応、まぁ、この馬が来るか今回別にして、まぁ、飛んでも別にしゃあないと思いますよ。ガイド馬1頭やし、狙うのはありだと思ってます。もうね、この1頭しかおらんので、もう買おうか買わんかだけなんで、はい。ね、他の馬とかね、3択4択でね、迷ってね、わーわー言う必要ないんで、もう1択なんで、買うか買わないかだけなんで、まぁ、それはいいとしてですね。また、仮にこれがまぁ、クルコンにしても、実はですね、予告しておきます。日曜日、小倉、もうさっき調べてますよ。はい、2000メートルか、未勝利、まあ、未勝利と、まあ、新馬戦ちょっと覗きましょうか。はい、じゃあもう1008と2000がもう2クラぐらいしか来なかったんですけど、はい、また該当馬がどこやったっけな、おったんやね。はい、スパイクナードですね、こちらも、はい、同じく前走、コールストームで、お世話になりました。3着ピエナーラシね。はい、お世話になりましたけどね、この舞台で中距離2200を前目つけて6着ですね。はい、で、その前目つけて6着うんぬんじゃなくて、中距離2200敬語は確かこのままし相手ボロンかったんで。はい、です。前も言いました。中距離2000とはリンクしませんよと、中距離2200でね、はい、これ不思議な ところなんですけど、はい、で、中距離2000でね、前走構想っていうか、軽減したからといってね、他の舞台で通用するかってそうでもないんで、やっぱ中距離2200、はい、あの1回の急坂ね、あの最初の急坂がやっぱりね、2回あるってことで、はい、あれが答える中距離2200で、やっぱタフなレース頑張ってきたのは小倉の楽な平坦、やはり活躍目立ちます。はい、頑張ってください。まあこれは、あさってなんで、まあなんとも言えないですけど、来るか今回別にして、はい。で、ここまた安城が北丸雄一さんってことで、まあ3走前ぐらいまで内田隼人さんとかね、九条がケイティさん乗ってたんですけど、はい、前走ね、北村さん一回使っとるんで、この後の得意な小倉物的な北村さん、これは激アツです。枠順打ち引いてください。より打ちがいいです。はい、お願いします。一応次回予告しておきます。はい、で、もう一回言っとくと、一応今回のこの小倉経由を裏付けるあれとして、材料としてですね、一応このちょっとまあ、こんなね都合よくピックアップするのあれなんですけど、この前回のこのレースですね、コールストームで私お世話になったんですけど、はい、でここのレースで、前回ちょろっと言いました、この中距離2100経由した後に、じゃあ京都平坦の、じゃあ小倉ちゃんが京都ね、24とかどうなんちゅうね。この舞台2やりね、舞台。2422とかどうなんちゅうこと。前回ちょっと紹介したんですけど、京都はね、中京都違って、ババが逆にね、まあ、小倉より明らかに京都って高速ババってよく言いますよね。芝が軽くすぎて。一番多分、早いっていうか、うん、時計出やすいですよね。うん。ってことで、中京でタフな競馬してきた馬がね、京都行っちゃうとね、やっぱり中京で、タフな競馬してる馬はね、京都のね、このスピード決着っていうんですかね、この軽い馬場に合わないんですよね。どうしてもスピード負けとか切れ負けしちゃうんで、うん。許容範囲で、小倉。あるいはやっぱ阪神のこの舞台に近い2-6ですよね。タフな、最後しかも坂ある。
あの台風の、しかも坂2度超えですよね。あの舞台もね。やっぱり3426あるいは24ぐらいが、ベストだと思ってます。あるいは東京2400ね。はい、あれも言いましたね。はい。やっぱりそこら辺なんです。ちょっと今日と合わないと。前回言いました。で、証拠にコールストームが前走、京都24で12着。ね。合わなかった。で、この時言ってました。私の好きな鳩。はい、鳩も京都に、中京2200を走りますけど、京都じゃやっぱり走らなかった。はい。で、逆に2着のバリオラージュ、先ほど言いました。はい。ごめんなさい、バリングラーですね、バリングラーちょっと待って、他のレースですね、ごめんなさい。ピアノ嵐は前回言いましたね、誠からハット買ったとこ、マスターコールとともに、この中継、ここらはね、はい、中長距離で3着絡んでますと。はい。で、ミッキーロイヤル5着。はい、こちらは、京都2をね、走りましたけど、結局全然ダメでしたと。はい。これで強度と、小倉の違い、中距離戦略経由からの、違いが分かったかと思います。ちょっとこのレースだけですごく見てますけど。だいたいこれ頭ってくるんで。で、アルマレーメムをちなみに紹介しておくと、中距離戦略ね、4着構想した後に、前を見ました。中距離2000とリンクするか、ちょっと中距離2000行っちゃうとやっぱダメなんですね。はい。やっぱり人気出ますけどね。だいたいみんなそうですね。中距離2200、構想したらやっぱ次2000で人気出ますわね。それはそうですよ。逆もそうですけど。うん。でもやっぱりね、中距離2200と2000ほんまに、共に走れるもほんまに数限られてくるんで、よっぽど中距離左回りの癖のコース好きじゃないと無理ですわ。はい。まあこれで軽く紹介、証明はできたかと思います。ということで今回も超一に中距離2200経由の、スパークナード、カダ、スパイクナードと、はい。今回の副賞生活は、はい。まあ、来るかは別にして、ビスカデラ一番人気になっちゃいましたけど、はい、こちらで押しておきます。はい、ということで、京都牝馬ステークスは今回のポイント、去年より成長組ってことで、印、こんだけでいきます。はい。で、10万円の行方ですけど、単勝本命3万円、馬連を対抗から、白三角までに相手3頭に流します。で、ワイド本命対抗。3連複ボックスは印全頭でいきます。はい。で、ダイヤモンドステークスの方が、今回の独断と偏見のポイントが、万葉ステークス上がり3位以内ってことで。はい。まあ、その馬を唯一が相手を奪った、誰でしたっけ、リッチマン対抗にして、本命は一応ここ出てきたら本気ってことで、フェームゲームからいきます。はい。で、10万円の行方ですけども、本命対抗のワイド、一番人気になりそうなんでね、ワイドが。ここ、ブッチと3連複印事を買います。はい。で、副賞生活の方が、小倉9レースですね。レース名番号、多分間違えてないですけど。はい、こちらが、ピスカデーラ、前走中距離2200経験したっていうことで、はい、あと前で競馬で決めますし、鳩に接戦ってことで、ここで1万円勝負します。はい、副賞生活ね、なんやかんやで結局 100% 回収率戻ってきてしまいましたけど、はい、まあもう中距離2200絡みはもうちょっともう負けてられへんので頑張ります。はい、もう分かりました。もう、はい、中距離2200のレース買うか、中距離2200絡みのレースを買うかにします。もう、はい、もうこれで大体回収率もう一回上げていくんで、よろしくお願いします。はい、ということで、以上で土曜日の、レースの紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。